1週間前にこちらの動画を投稿したと思うんですけども、そこでオーディションを募ったんですが、今日はなんと約50名近くの応募者さんがいてくださるということで、もう一人ずつ真剣に楽しみながらオーディションをしていきたいと思うので、今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか？いやもう本当にこの ZEP という最高到達点を一緒に彩ってくださる仲間が一体どんなメンバーになるのかっていうのが非常に楽しみなところです。皆さんにはこうオーディションだからといって緊張しないで、この場を楽しむ感覚で一人一人自分の持っている才能だったり武器だったりを出していただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。私はオーディションを受ける側だったのに、まさか自分が審査員する日が来るなんてっていう、なんか不安な気持ちなんですけど、私も実際受けてた側なので分かるんですけど、めっちゃ緊張するんですね。なんですけど、いつもの自分の魅力をたくさん出せるようにリラックスしながら楽しんでオーディション受けてほしいなと思います。ということで今日は一日頑張ります。よろしくお願いします。キャラクター性をお伝えし、皆さんの心をゲットできるように頑張ります。緊張してます。頑張ります。いいですかね。楽しみです。こちらでお答えをお越しさせていただきました。かわいいんだけど。思ったより思ったよりですか？さっき送ったフォームって言ってました。はいはい、ありがとうございます。了解です。はい、やばい、なんかこっちが緊張してる。デモンストレーションやります。あ、一回ちょっとやった方がいいですか？じゃあ、順番に呼びます。では、1番の方、どうぞお入りください。ファッションがすごすぎて。一旦審査員って受けてますか？はい、はい、めちゃくちゃ嬉しい気持ちになりました。それ、うん、なんかもう泣きそうになったもんね。めっちゃ泣きそうになった。どうしようと思って、これ涙が出ちゃった、うん、でも審査員の気持ちにならないとと思って、なんかこうダンスを結構この距離で見ることがないから、人のダンスを、うん、なんか改めてダンスってめっちゃいいなってすごい思いました。素晴らしい方々いっぱいいらっしゃいました。本当に、うん、めっちゃ嬉しい、うん、初めましての方が多かったので、うん、なんかその子たちも、あ、チゴのダンス、そのレトロマニアとかさ、ダイロッカとかさ、うん、マホの歌たちくれたりとかさ、うん、なんかそういう子たちをちゃんと生で見ることができて、あ、自分たちのダンスとか歌だったり、みんなが見てくれてるんだ、この人たちがチェゴの動画を見てくれたんだっていうのがすごい実感できて、うん、すごい嬉しかったのと、やっぱ楽しむっていう気持ちを忘れないでオーディション受けてほしいっていうので、なんかやっぱり不安なことも多分あったと思うんですけど、一生懸命挑戦する気持ちがすごい伝わってきて、うん、そう、なんか親なっちゃいけないんだけど親みたいな感じになっちゃって、もう本当に審査するのが結構難しいところですね。なんか合否が出てしまうどうしてもものなんですけれども、なんかこう改めて挑戦しようって思ってくださったみんなの気持ち、本当にもう素晴らしいものだし、ありがとうっていう気持ちだし、なんか引き続きね、もし落ちちゃったとしても、このオーディションをきっかけに他のことにもいろんな挑戦をしてほしいなってすごい思いました。
未来は明るいですから、皆さん落ちても暗くならないでください。これは通過点だと思って、うん、で、春方たちもなんかみんなとこういう企画ができるように私たちも頑張るので、みんなも挑戦する気持ちを忘れずに一緒になんか走り続けたいなって思います。悩む2つの NG3 つなんで、まあ NG かなと、はい、1人 NG のあと全員悩む。悩むってどういうことだ。全員悩む。めっちゃ高いんだよ、ね、なんかそのチェコらしいキレキレのダンスを踊るってなった時に、ああ多分動きがちょっと弱いけど、ああでもなんかこの子もやっぱバックダンサーだったら、うん、いいかなって、そのしなやかなのが、はいはい、確かに、うん、しなやかさありましたね、うん、はい、結構揃うかなっていうところでも OK したりしなかったりしてて、うん、基準としては、はいはい、ちょっと、どうなんだろうなとは思いました。それこそ、例えばバックダンサーではないけどなんかダンスの振り付けの時にちょっとその子だけやっても演技とかやってもらう、馴染む、うん、かな。そうですね。一旦通しますか。はい。はい、で、25人です。おお、半分じゃん。結構絞られてしまった。うん、今から結果発表させていただくんですけど、今回瀬戸さんと YDK のゆうたさんいらっしゃってるんで、ちょっと総評をそれぞれいただければなと思うので、そうですね。王妃っていう結果が出てしまうんですけれども。今日挑戦してくださった皆さんのこの気持ちの部分っていうのは本当素晴らしいことなので、これでもし結果が落ちてしまったとしても引き続き挑戦する心を忘れないでいてほしいなと思います。本当に改めて皆さんありがとうございました。ありがとうございました。今日は謙遜するけど、チェゴと驚くとか夢である方たちがいたら、またその夢を叶えられるように自分たちも頑張って、こういうステージとかこういうそのプロジェクトを続けていくので、その時にまた挑戦してほしいなっていうのと、あと受かった方はぜひめちゃめちゃポテンシャル高く楽しんで、あのステージを作り上げていきたいなって思うので、これからもよろしくお願いしますという気持ちです。今日はありがとうございました。多分期間が短かったのに、あのチェコの振りを練習してきてくれたり、たくさん伝えようとしてくれたのがすごい伝わって、もう超泣きそうだったんですけど、あの審査員の鬼の心になって審査しました。めっちゃポテンシャル高いから、みんな最高だから、本当に自信持ってこれからもあの最高な人生にしましょう。あの本当に今日はありがとう、みんな I love、 ありがとうございました。僕はダンスの目線をかなりあのシビアに見させていただいて、もちろんあの、まあ、3人は特にあのこの審査をすることが心苦しく思っていると思うので、僕だけはちょっとシビアにいかないかなと思ってしっかりさせていただいてますが、嫌うなら僕を嫌ってください。あの本当にあの受かっても受からなくても各々課題があると思ってください。通ってもこれから全然先もあると思うし、取らなかった場合でも自分に何が足りないのかっていうのをあのしっかり自分で把握する機会だと思って、あのこれからも挑み続けてもらえたら嬉しいなと思います。はい、みんなアイラブです。ありがとうございました。いきます。そしたらおめちゃんお願いします。じゃあいきます。1番、3番、4番、9番、10番、12番、14番、15番、17番。
43番、51番、53番、54番です。以上となります。愛が溢れすぎて涙流してね。でもこの子自分の殻やめてね、それはちょっと思う。まあちょっとこれは3人で決めてくれ。いいと思うけどな、私推し。どうなりますか？これはなし。この子はいけると信じる。うん、まだ若いし、ね、伸びしろあるかな。どうしよう。じゃあ決まりですね。決まりですね。はい、じゃあ、4手番を発表して、全員、でお疲れ様でした。4手番の方が一応合格で、一緒にこれから頑張っていくというふうになりますので、では、はるかちゃんから結果発表お願いします。今回も番号でお呼びするんですけども、番号が順番が入れ替わってしまうので、そこはすみません。じゃあ、いきます。1番。3番、14番、15番、17番、18番、42番です。以上の方が一応合格となります。ありがとうございました。お疲れ様でした。今回オーディション参加させていただきました。はい、すごく熱意のある子たちがたくさんいるなと思ったのと、まあもちろんスキルの、ことも見させていただいたんですけども、まあ何より、チェゴ3人が愛されてるなっていうのがすごく、僕は感じておいたので、すごくいいオーディションだったんじゃないかなと思います。はい。で、今回の合格者と、まあ、不合格者で、まあいろいろ、気持ちは全然差があると思うんですけど、各々やっぱり課題が、あるなっていうのはあるので、もちろん合格しただけで満足せずにさらに先に進まないとチェゴに置いてかれるぞっていうのはなんとなく思うので、はい、全員で一致団結して頑張るのが今回のテーマなんじゃないかなと思いますので、皆さんこの後も頑張ってください。
以上、ゆうたでした。ということで、オーディションが終了しました。ありがとうございました。ありがとうございました。約50名近く の参加者さんのパフォーマンスを見させていただいて、なんかこんなにもダンスが好きな人たちがいるんだなって、その YouTube 動画出してから1週間しか経ってないのに、この挑戦してくださって本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そしてやっぱり審査なので、その合否があると思うんですけども、ここで終わりではないので、その分からなかった子たちにもまだ未来はあるし、まだ私たちも一緒にステージを作り上げられるプロジェクトも絶対にやるので、皆さんはそれまでお互い成長してまた一緒に同じステージに立てたらいいなって思います。そしてね、受かった方たちはここで満足はさせません。まあ楽しむっていう気持ちを忘れないっていうことはすごい頭に置いてほしいんですけども、何よりも ZEP 最高到達点っていうライブタイトルなので、もう本当に誰一人気を抜くことも、その力を弱めることもしないので、一生懸命必死についてきてほしいなっていう気持ちでいっぱいです。そしてね、私たちと一緒に最高なステージ、最高な景色をみんながね挑戦してくれたからこそには、からこそ見させられるように私たちも頑張りますので、皆さんもぜひ頑張ってほしいなっていう気持ちでいっぱいです。そしてね、この動画を見て少しでも ZEP 見に行きたいって思ってくださった方いたら、今日からチケットの方も概要欄から買えますので、ぜひ2000円で見に来れるので、私たちの泥臭くロードトゥー ZEP に向けてのこの始まり、まだ始まりなので、これを楽しみに、皆さんは12月12日 ZEP 新宿にお越しください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。みんなすごい頑張ったよって思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ぜひね、皆さんの今日合格した皆さんの動向も追っていくので、チャンネル登録通知を忘れずに、あと SNS のフォローと LINE 公式も追加お願いします。お願いします。ということで、以上チェゴでした。イバイバイバブー。頑張ろうね。